えー、皆さん、えー、こんにちはようこそお越しくださいました。<laughs> えー、まあ、本日のテーマですねこの月蠍の途上で新時代を語るイエスというまあ月蠍で何だとあのおっしゃる方もいらっしゃると思います。えー、この月蠍というのはイエスキリストが十字架にかけら抱えられるその前夜ですね、うん、ある園で祈られたその園の名前が月蠍と言います。 えー、ゲットシュマールあの要は油搾りという意味でオリーブの実を搾る搾って油を取るまあオリーブの木がですねこの茂っていてそこで油を取るという場所まあ今でもこのゲットシマルと呼ばれていた場所に行きますと樹齢1,000年以上まあ一説によるとこのイエス様時代のオリーブの木の、えー 孫,も孫の木もです、ね、そこに生えていると、まあ、言われるんですけれども、まあ、その月様への途上ですなわちそのいよいよ家十字架につけられるというその場所に捉えられる場所に行く途上で弟子たちに語られた言葉、まあ、それをですね今日一緒に考えていきたいと思っています。えー、サブタイトトルがキリストを信じる恵みという恵みと奇跡と 題させてていいただいて3つのポイントでいつも語っていますが今日のですね第一のポイントは「命以上に価値のあるものとは?」というテーマでまず第一に考えます。であの実はですねこの昨日この和歌山で岸田首相がですねまた爆弾テロいうのに襲われてあれすぐに爆発したらどうなっていたでしょう。パイプ爆弾が投げ,投げ入れられらて しばらく何十秒か爆発してなかったので、えー、大臣に至ることがなかったんですけれど、あれすぐに爆発して大重,重症と思ってったら、あれ。もし万が一死んだら、もう日本のこの警備というのはもう大失態とこうなってしまうと思いますね。まあ、選挙期間というのは非常に難しいえー、まあ、そういう期間だとも言われます。けれどもまあ、私はその時にですね。このえー、魔、まあ、物が投げられてみたと思った時にです、ね。すぐに sp が。 いわゆるセキュリティポリスですよね。えがその飛び汽車出のところに、えー、すぐに防弾の盾のようなものを掲げて、そして身を挺して守っているという場面に、えー、目は行きました。この SP というのはですね、もう警察官の中のエリート中のエリートです。えー、昔です、ね、私はこの SP を訓練している空手の武道家の方を知って。 えー、いたんですけれども、まああのその方はお忙さなかですけど、まあこの SP というのは、えー、まあ特別なこの条件があるんです。身長173センチ以上、でこの柔道または剣道そしてこの合気道、えー、のですねこの三段以上、えー、そしてですねこの射撃がですね25メートル先の標的直径10センチの的に。 10秒以内に5発当てるる必要があるんですで日本の警察というのはですねこう6連発ですからね、まあ、いわば一発も外さずに10秒以内に、えー、その2 5ル先の的を射るというだけの技術が求められるわけですね、えーまあ、そういうこのいろんな条件がある中で、えー、警察がこで訓練されて、えー、その中で選ばれて、えー、そして 人格的にも技術的にも抜けんでたそのような人物が、えー、しかも、まあ、パトカーの運転テクニック同僚との協調性自制心自己管理能力法令順守精神、えー、それから VIP を接待する礼儀作法、えー、それから極限状態に陥った時にいざという時に身を挺して、えー、この要人を守っていくという。 文字通り人間の盾となってですね最悪の場合は殉職するという自己犠牲の精神すなわち人間性が問われるそういう職種だと私はこの説明の中で自己犠牲を伴うすなわち人間性を問われるという職業であるというこの言葉に心が止まりましたすなわち人間性の価値の一つは 命を惜しまないというか自己犠牲ができるというところにある1年ちょっと前にですねこのウクライナにロシアが侵略しますえその時ですねこの日本のねまあ橋本元大阪市長ですねえ大阪維新もう今回の地方選でですね大阪維新のもう本当に大阪ではもう大阪維新のもう圧勝ですここういういの 大人気をもたらした立て役者といえば何といってもこの橋本徹、まあ、現在の,この弁護士ですよね前市長前知事だと思いますまあいろいろバッシングを受けながらもですねこの巧みな弁説で人々の心を魅了する私もあの生で演説,演説を聞いたことありますけどうまいです本当とにグッと人々の心をわしづかみに しますでその橋本元市長が知事がですね、このフジテレビの目ざまし8という生番組に出演されていたときに、えーま、ちょうどウクライナにロシアが侵略したとです、でウクライナの国際、えー、政治学者のですねグレンコ・アンドリーという方と、このえー、ネットでですねこの、ま、議論されたんですね。 でこのグリゴリさんはですねこの国際政治学者として、ウクライナ人として、この世界でこの侵略を許すことは絶対できないし、世界的にもですねこういう訃報が巻かれとってはならないと。もう絶対にこの戦いに負けるわけにはいかないので、えー、ぜひ国際的な支援をお願いしたいと言ったときですね、橋本前知事が、いやちょっと待ってくださいと。そのようにね 国を守,ろう守らないとだめだということを言うあまりですね結局無駄にず多くの人々の血が流されるで戦わざるを得ないような雰囲気を持っていって国外に逃亡するはおは臆病者ということでますます死者が増えるそうじゃなくてもう命が大事なんだからとにかく一旦逃げてプーチンも都市やから都市亡くなったらねまた戻ったらいいじゃないかと。という論理を聞いてですねこのグレゴリー のグ,レグレゴリーさんはね、もう激怒するんですね。何を言ってるんですかと。ロシアに占領されてね、戻れますかと。占領された国民にどんな目に扱い、どんな扱いされますかと。それをお目を持って,て逃げてくださいなんて。どうしてその言えるんですかと。 いた時いやそういう雰囲気が、えー、犠牲者を増やすんだというねこの日本のこのお国のためにということがもう諸悪の根源だというそういう戦後の教育をですね地にいったような、えー、ことをですねウクライナ人にぶつけてねもうウクライナ人がねここに響々ずがないというより聞いててあるいはあで記事で読んでですね私もこのに戦後日本の教育のこのちょっともちょもっとこの現実にそぐわないものをですね とても感じたような気がします命は大切なんですけれどもしかし実はですねこの自分の命を守ろうとするあまりもっと大切なものを失っていくことがあるんだとまあ現実は語るしまた聖書は語るんですね。今日の第一番目のポイントイエス・キリストの言葉を少し見たいと思うんですが私がこれらのことをあなた方に話したのは、まあ、この場面というのは、まあ、イエス・キリストがいわゆる「 最後の晩餐の席で弟子たちの足を洗いそして食事をしながらさまざまな事柄を語っていかれますイエスキリストが十字架にかかって亡くなることそしてそのイエスキリストが自分の身を私たちの罪の身代わりとして捧げるということを記念としてパンと葡萄酒を持っていわゆる生産式ですね私たちも毎週日曜日この朝この場所で。 行ってるんですがいわゆるミサというか生産式のことを制定なさいますで、その重要なことを語られた後でさあ行きましょうと言ってその席を立って月世間に向かわる途上道を歩きながらまあ夜なんですけれども弟子たちに道々語られたのが今日のその場面なんですで、この直前にどう語られたかというとまもなく私はこの世に 直接的にはユダヤ社会に憎まれて殺されます。そしてあなた方も憎まれます。でそういうこの弟子たちをです、ね、イエス様に従っていけばエルサレムでイエスがキリスト、メシアとして王として君臨なさるそ。そして私たちはこのイエスに従う、いわゆる大臣としてこの絵を 主をです、ね、果たすことができるという夢や野心をです、ね、抱きながらキリストに従って来,られたわけなんで来たわけなんですね。ところがイエスはそうではないんだよということを繰り返して語るんですがもう思い込んでる弟子たちはなかなか入らないんです。で、みちみちイエスは続けてこのように語られたわけですね。私がこういうようなことをすなわちあなた方は人々に憎まれます。そして私も憎まれて殺されます。と言った後で。 私がこういうようなことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際、あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕している,いると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは、父も私も知らないからです。でこういうようなことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が 思い出すすためですとおっっしゃってまあこのところで弟子たちがユダヤ社会から憎まれるということだけではなくてやがてイエス・キリストを信じる者たちが社会から追放されるだけではなくって殺されるいわゆる殉教するイエス・キリストのために殉教していくという時が来ますよそして殺す者たちがですね 象に駆られて俺たち俺もうこれは殺人悪いことだけれどもしかしこれはもう許さないということじゃなくってプリシャンを殺すことがユダ,ヤ人ユダヤ人の指導者にとっては神に奉仕しているこ良いことをしてるんだと思う時が来ますまあ宗教の名の下でこれまでもいろんなことが行われてきましたが ま多くの場合宗教の名のマットで怒られるのは神に奉仕している私は正しいことをしているというまあそういうこの思い上がりというか思い込みというか恐ろしいことですよねそれは下から4行目父も私も知らないまことの神のことを知らないので宗教の名で恐ろしいことを行ってしまうんだと言われたわけですこういうようなことをあなた方に話したのはその時が来た時私がそれについて話したことを あなたが思い出すためですなわち弟子たちに殉教の覚悟を促し私に従ってくるということは殺されるということさえありえますよでも殺されても私に従いなさいこれはですね普通人間として言ってもならないでしょ俺のために命を捨てなんて言えないでしょ言ってもならないと思いますところがイエスは私の名のために あなた方は殉教するそしてそれはふさわしい特権だとここをおっしゃってるんですね人間には言えないようなことをここでおっしゃいますそして先ほど言いましたように宗教は本当も本物のクリスチャンを憎みますよということをここで語った後でこのことをあな,たあなた方に語ったのはやがてそういうことが起こったときに私が あらかじめ話していた、すなわち未来を予見する、時間を超えて未来のことまで見通すことができる、すなわち神様である、私こそ真のメシアであるということをあなた方が殺されるような、あるいは迫害されるような苦しい目に遭いながら、でも、ああ、このことはキリストが失っ,っていたことなんだな、キリストの予言が実現してるんだな、と言って。 イエス様って間違いない。イエス様がおっしゃることはいつも確かなんだということをあなた方が思い出すためだとこれもですね人間には言えないようなことをお語りになったわけですね。まあ、現実にその後300年間クリスチャンたちはローマ社会でユダヤ社会でイエスの信仰を捨てよと言われるんですけれども彼は信仰していないためにいわゆるコロッセウムこの円形 競技場でですねライオンや獣やそういう者たちにこの食い殺されていくというのを見せ物にされた、まあ、これは有名な、えー、ジェノムという方の殉教者の最後の祈りということで、まあ、ライオンがですねこの檻から放たれて、まあ、この時食事を与えられていない飢えたライオンです。でここにに、えー、力なクリリスチャンたちががいいててててそしーーダーが立って最後殺されていく前に 神の前に祈っていくというまあ、現実にあったもう隠られてきた事柄を想像して描いた絵です。まあ,あの10年ほど前にですね私はあの今のトルコのエペソというですねこのまあ、今は、えー、遺跡になってしまってるんですけれども古代栄えた町です。その古代栄えた港町のところに大きな約3万人ぐらい入る。 まあ、ローマ帝国が支配した地域はどこでもこのような円形劇場があるんですねイスラエルのカイサリアに行きますとやはり今でも大きな円形劇場があって、えー、そこでは野外のコンサートを行われたりしています、えー、けれどもそのカイサリアの約56倍あるんですね5倍近くあります非常に大きな円形劇場ですけれどもこれはローマ社会の,この本当に盛んな時代に作られたんです で私もこの場所に立った時ですねここのこの円柱が立ってるんですけどその向こうに動物たちが飼われていてそしてここからどう思うな動物たちが放たれてそしてこの逃げ窓をクリシャンたちをこの食い殺していくというのを周りの人たちがですねヤギヤの喝采しながら非常に残酷な場面ですけどそれを見ながら余興としていた。 というまあそういうこの、まあ、一説によると数百万人のクリスチャンたちが殉教していったということが記録されているんですね。人のの命は非常に尊いものですけれどもイエス・キリストは我が名のために殺されていくということさえ特権と考えなさい。もっと素晴らしい価値あるものがあるんですよというふうに語られて。 先ほど言いましたようにそれが語ることができるのは神し,神しかできないはずなんですけどそれをキリストはおっしゃったんですね。いやそこまで私は信じられないということ、まあ、それはもう無理のないことですけれども「山盛よお前ももし捕らえられたらね拷問を受けてもイエスを、ね、最後まで信じるという信仰を持ち続けることができるか!」と言われたら「はい」。 拷問されようがどやめにあようががに私は信仰を全うしますと今はそうありたいというですね <laughs>、えー、実際拷問を受けたらあのどうなるかは、まあ、気の小さなもんですからね、まあ、でも、まあ、とにかく主のために行きたいというふうな思いがあるんですけれどまああのそれはちょっと特別なこととしてもし命というものが大切なんです間違いないんですけれどもしかしこの星野富美男さんのですね命より大切なものという刺しがあります。 合衆と言いましょうか、まあ、有名な方なのでご存知と思いますが、えー、星野さんがですね学校の教員時代体育の授業で、えー、生徒たちの前で、まあ、模範のですねこのバク転、まあ、体,体操選手でしたからねまあ体操は得意中の得意ですそしてみんなの生徒の見てる前で、えー、彼はですねこのバク転をねの模範演技としてガッとやったわけですけどところがバク転をしたんですけどちょっとね回転が足りなくて首から 落ちてしまうわけですそして、頸椎損傷して首から下が全く動かなくなってしまうんですね。そして、寝たきりの、もう、全介護を必要とする意識は明確なんです。頭脳は明晰なんです。でも、首から下で一切動かないので、島の世話から食べ物を与えがわることから自分で生きてられないんです。そして、死にたくてもですね、自分で死ねないんです。 というそういうううそ屈辱的な状態がですね何でもないのいや一生続くと考えた時に、えー、彼はですね本当にこの人生の虚しさというか体立たしさというかまあ,あの深き淵愛,深き,愛深き淵よりという、えー、この方の自伝がありますけれども、えーまあ、ある時ですね、まあ、お母さんが自分のことを心配して そしてですね、この身を粉にして世話してくれているということが分かるんですが、ある時お母さんがその味噌汁をですね、このスプーンに入れて、星野さんの首のあ、口のところに持っていこうとした時に、ちょっとこぼれてしまうんですね。やっとね。その時ずっとイライラしてたのでね。ババー、何してるんだとと言って、その、 自分のためにですね心配して背負してくれている母親に向かってねクソババっと怒鳴りつけるというそうやってしまうという自分の姿にもう底知らない劣等感というかコンプロもうなんというお年するんだと,というですねもうどうしようもないその状態の中でいろんな宗教家が来てね、えー、説教してくれるんですけどもそれが余計に惨めさ。 を増し加えて苦しなくてもですねもうとにかく話はやめてくれということだったそうですねまあでもやがて、えー、そういうことを抗ってもどうしようもない時にある人が置いていった新約聖書を読むようになってすべてを主におうて苦していう者は私のもとに来なさいというキリストの言葉これ昔彼があの元気な時ですね、えー 畑仕事していて、こういう単語で住んで、一生懸命に坂をこう登って、自分の畑に行こうとしたときに、坂にの一番上に登って、わーと行ったときに、そこに標語があってね、すべて疲れた人を重荷を下ろしなさいというね、イエス・キリストのことは、もうぴったりそれね、すべて重荷を下ろと苦労して、苦労しているのは私もっと行きなさい、私が休ませてあげよう、どういうことだろう、でも、疲れている自分ってぴったりに忘れられない言葉として、記憶に残っていたことが、 ここここののの病床ででねそのことと触れるんですこのことかもう人生の重に覚えて生きるということの重に覚えて自分の命の重に耐えかねて彼は埋めいていた時そのうち「命が一番大切だ!」だからこの命を胸にしてくならないんだと言うんですけど「この命ってあなたの命命を大切だよ」と言われても。 この惨めな姿でずっと生き続けなければならないというのは、もう帰ってね、非常に苦しい。命が大切だと、言われ、また自分を思っていた頃が生きるのがですね、苦しかった。でも、命より大切なものがある。すなわち、自分の命を、自分に命を与え、生かしていてくださる方、キリストご自身がいますよ。このキリストが深いご目的のもとで私を生かしていらっしゃるんだということを知ったとき、 この自分の大切にしよう、自分の命をがらようということじゃなくて、キリストに自分の、この、ああ、あの人もついにキリストさんに逃げはったわ。結局、彼を何回も言ってたけど、宗教に耐える、耐えるしかなかったんなと、ああ、そんな人生って、本当に惨めだなと思われるということがですね、こうプライドを妨げていて、えー、そういう話を聞くの嫌だったんですけれど、そんなプライドとかそんな、どう、どうし、役に立たない、 そんありのままの自分のこの惨めな姿を、えー、キリストのもとに持っていった時、えー、キリストご自身がですねその思いを取り去って実はこの病さえ神がたえたことなんだということを受け入れてで自分ができることをやってやがて口に筆をね、えー、鉛筆を色鉛筆をやがて筆を、えー、加えて、えー、字を書き 絵を描き、まあ、あの、この方、初めて描い字を書いた時の、それがあの美術館で、ね、大きく展示されていますけれども、もうじーっと見えないようなものです。まあ、でも、えー、そこから始まって、えー、本当に味のある、美しい、味のある、本当にこう、字、さらに詩を、ま書いていくようになられたわけですよね。まあ、それ、あまりにも有名な話なんですけれども、この命よりも大切な。 もの、そのうちイエス・キリストこの方がいらっしゃる、そしてこの方の使命に生きるということをした日からはですね、生きているのが嬉しい、そしてあの私もこの富井美術館でね、一番最後のコーナーで NHK の取材のビデオがそのまま流されていたんですけれども、そこ一番最後の場面でですね、あの いいろいろ自分,に自分を世話してくださる人には非常に申し訳ないんだけれども実は今の今の私の姿が一番幸せです。こ,これ以外の人生送りたいとは思いませんというふうに負け惜しみではなくってこのようの何もかも奪われることによって初めて神様が与えていた自分の才能や自分の使命が表されてくるんだなと。 表面的に命に固守していた時は惨めだこんな生きていたくないでもその命にこだわらなくなった時に自分のミッションが与えられて生きる意味が価値が分かって喜びにあふれるという人生に変えられたということなんですねイエス・キリストは命以上の価値あるものまあいよいよこういうことですね自分の命というものを目標にしていると 結局本当の命の命輝きはない自分を目標にしていると命の輝きはない。まあ私よく言うんですけど、例えば、楽というのがありますね。楽、楽したい。でね、楽したいという、ずっと楽した状態を保っていたら、どうですか楽して。椅、ま、子、あ、に座って楽にして楽ですよね。まあ、楽にしててええよと。で楽にします。でも、10分ぐらい休んだから、もうそろそろ起きよう。いやいや、もう楽しといたらええよ。 一時間。もう一時間じゃもう起きようか。いやいや、楽しといた方がいいです <laughs> ずーっと一日中ね、楽しとくといてこう何にもしれない。楽してたら、どうなりますか全然楽しくないんです。何が楽しくなりますかまあちょっとスリルあるけど、バッとですね、この、例えばジェットコースターね。私の奥様は嫌いなんです。なんでお金払っても何のえ、 声合わな,いなあかんないあのあそこに万博公園ありますよね娘昔娘と3人で行った時ですね娘と2人でこの風神雷神というね鉄鋼灯に乗った時一番前列に私と2人ですこのたって <laughs> えもうそれいっぱいもうせっかくやが一番前列に座らんとねところが、ね、一緒に意見がんでそんなんで行かなんだとということで、えー、もううーんってくるねこの スリルいっぱいですけどお金払ってスリルでね危険な目と感じるようなあのジャンバンジージャンプはそうですよ。ビクトあのビアフリカのビクトリア湖行った時ねビクトリア湖の近くにバンジージャンプあるんです。もうビクトリア湖のところに向かってね1 0 0ル以上の崖の上からねバーンと飛ぶます。 やってみたいと思います <laughs> やる人いてるんですよ。20ドル、30ドル払って5,000円も6,000円も払ってね5,000円も6,000円も払って命かけてやるか <laughs> でもね、<laughs> ははははは楽しかった。はっ楽しかったまあ実は後でね、20年ぐらいしたから、事故起こって死んだ人がいててね、うちの奥さんは、見てみーと。<laughs> これであるんやと, <laughs> ということなんですけど、まあ、とにかく、えーこのね、楽をずっと追求していったら実は楽じゃない。怖い、恐ろしい、あるいは危険ということを求めていくときに、ああ、楽しかったとなるんです。命というのは、命がゴールであれば、命の輝きをなくすんです。命を使う道、崇高なもの、価値あるものに命を向かっていくときに、命を輝くんです。イエス・キリストは 命以上に価値あるものそれが実は崇高なものもうワクワクするもの私たちが憧れてやまないもの最高なものが国家でもなければ名誉でもなければキリストご自身だととおっしゃっているんですねそして第2番目のポイントですけれども罪ときと裁きを明らかにするものこれが新しい時代の意味なんですけれども続いてキリストはこうおっしゃいましたしかし私を真実を言います 憎ままれれて殺されますよと何かキリストは弱くてそしてその当時の社会から抹殺されるだけの存在感じゃなくって真実を言います私が去っていくことはあなた方の益になるのですあなた方が有益なために私は去っていくんだよ去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりませんでも行けば私はあなた方のところに助け主を遣わします その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。義についてというのは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。難しいなぁと。実はあのクリスチャンでも難しい言葉。 なんですけれどもここでいう助け主これはギリシャ語でパロクレイトスという意味で援助のためにそばに呼ばれたものを言って実はそれが精霊というですねこの神は霊ですという神と三位一体の 神のご本性を持たれた霊、精霊が与えられますよ、とここで言われてるんですね。先ほど言いましたように、弟子たちはイエスがエルサレムで王となられて、君臨して、そしていつまでもこの地上でイスラエルを全世界で最も偉大なメシャ王国とし、そして世界にパラダイスをもたらしてくれる、いつまでもキリストはこの地上にいらっしゃると信じていたんです。 聖書シそう書いてあるからと思い込んでいたんです。しかし、イエスは、いや、それはいつかは、キリストが手に変えられて、もう一度おいでになるときには、それが実現しますけれども。まずは、イエス・キリストは、全世界の罪を負って、磨いとなって死なれ、そして、世界のユダヤ人だけじゃなくて、全世界の人たちにキリストを信じるなら、永遠の命が与えられる。神の元に戻って、そして、真に人間らしい。 あの、星野さんじゃないですけれども、真の神にある命に預かる人生へと私たちを導いてくださる。そういう時代がやってくるんだ。弟子たちはですね、イエスが一緒にいらっしゃる時には、死者が蘇らされるし、病気を治るし、イエスはですね、御言葉の本当に真髄を見事に解き明かされるし、神の身思いをことごとく教えてくださるし、 イエスモが共においらっしゃったら、まあ、まさにスーパーマンがそばにいるような、もう頼もしいというか、安心しきる。まあ、そういう思いで3年間そうしたわけです。そのイエスモがいなくなるなんて本当ありえない。寂しい。不安である。ところが、いや、目に見える私が存在する以上に素晴らしいことがあなた方に起こるんだ。それは助けの精霊が。 あなた元に与えられてその精霊が与えられるとあなた方は本当本質的なことの目が開かれていくんだよとここで語られたわけですね。その第一番目はこの赤で書きました精霊が来られるとですね罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいますというふうにここでおっしゃったんですね。すなわちご精霊が来られた時の大きな役割は 私たちが罪あるものであるということを認識支える。いや私はあのクリスチャンになる前から人間って罪人やというのは認識していました。まあ、よく言うんですけど、家で、あの まあ、ハワイがですね、近所の人が来た時にああってニコニコしながらですねいろいろ話してでお世話になりますと言って別れた瞬間にですね、まあ、あの人はというふうにです、ね、あの言っときますがうちのハワイはそんな根性の悪い人じゃないんですよ <laughs> 根性の悪い人じゃないんですけどたまたまその人はすごく、ね、近所でもねあの評判のちょっと悪い人なんです。<laughs> まあ、とにかく でも幼心でですね、この今ニコニコしていた人がですね、実は言ってることと心で思ってることは違うと。えっと小さい時からの私はあの人の気持ちを心をね、あのこう思うというか、いろいろやってけど、でも本当こう思ってるんちゃうかとか、実際はこうじゃないかというのを割とね、あの敏感だったんです。 なんで勉強に自分もあの人言ってることと思ってることはいつも行きそうないから。というのもあってですね。まあ、人間ってですね、本当に心というのは、えー、ちょっと自分中心すぎるというものを、まあ、抱いていたの。という意味で罪あるものというのは、ね、別にご精霊がこの特別に働かなくてもわかると、と私は思ってたんですけれども、例えばですね、世界宗教がありますけど、えー、ここでこの、 ウキメディアを見るとですね、初期の仏教ではですね、不殺地震と呼ばれる三、えー、下、これ、残下じゃなくて三下と仏教で言います。三下法が行われていた。で、不殺は半月ごとに、鼻、え、ク、ー、が集まり、鼻クというのはこの、まあ、僧侶たちですよね、会を唱えて、在相を数え、犯した罪があれば、自発的に告白し、許しを受けるということで、要は、えー、仏教もですね、 定期的に自分たちを犯した罪を告白してそして許しを受けていくということを行っていたそれが修行の一つであったですからこれは仏教だけじゃなくていろんな宗教において罪を推奨する宗教ないんです罪が災いをもたらすということを教えるわけですねそしてキリスト教では懺悔国会告白、悔い改めなど、まあ、そういう 罪を言い表すことですよねで聖書は罪は告白や償ないで許されものではなく、まあ、個人の内面的な悔い止めを進めるということでいわゆるこの国会というのはですねこの箱があってねそこに人が入ってそこにあの宗教さんがいてでその自分も部屋に入ってですねこの隣にいる宗教さんに自分の罪をこの言い表すということですけれどそうじゃなくて神様に対するものだから人に言うことじゃないんだという。 ことが聖書言まあいずれにしてもですねいわゆるこの欧米キリスト教社会では人間って罪人だということをこ罪をねグッとえぐっていく罪をです、ね、自分の人生を振り返ってそれをねこの正直に告白していくというもうそういう,こう文学というかそういう伝統があるんですそれ一番典型的なアウグスティニスという、まあ、クリスチャンのリーダーですけど そのアウブッチンソの広角の中では、まあ自分がですね、この性欲に溺れて、まあいろんなことをやってきた、えー、この名誉を求めてやってきた、えー、そしてこの人々が評価されたことに満足し、また野心を抱いてやってきたということをですね、自分の反省を赤いララに描いていくんですね。ルソーの広角力も同じです。ジャンジャックルソー、まあいろんな教育論を書いてますよね。で彼はですね、この、えー、幼い時から いかに性欲が強くてそしていかにいびつな性的な事柄に自分がですねこう端的していたかということをまたですねセキュラルに書いていくんですねでそういうこの欧米ではいわゆる告白文学で言って自分自身の内面的なものをもう全部表していくというそういうこの文学の一つのジャンルがあるんです まあその中の傑作中の傑作と言われているものにトルストというのねこの「懺悔」という本があります。まあそのトルスト小さなのでこういうこの小あのえ文庫本に表されているんですけれどもまあ例えばですねトルストはこんなふうにえ自分のねことを言っていますこの「懺悔」という本の中で、え。ー 自分自身はですねこの青年時代からですねこの野心を持って進んできたけれどもでその彼はですね自分の原動力というねそれは何かというと光明心、牽性欲、物欲、愛欲、慢心、憤怒復讐心これらのものがみんな尊く思われていたこれらの情熱に身を任せて私を大人くさい人間に。 なっていいたという,ふうにですね、まあそ,うえー、それからずっとうんのんとあってですねそして彼は恐怖と嫌悪との嫌恐怖と嫌悪と心の痛みを覚えずにはこの時代を回想することができない自分が年いって振り返ってみるとまあ自分自身のですねこのよくもあんな人生を送ってきたかなというふうな嫌悪感を覚えずには回想できない私は戦争で多くの人を殺した。 殺さんがために人に決闘をも挑んだ賭博をして爆打して大負けに負けたこともある百姓たちのロ苦の結晶をむなしく暗らい、まあ、彼は地主でしたから農土たちが働いた収益を爆打にことごとく費やしていったというのです彼らを罰した会誘した人を欺いた欺瞞盗みあらゆる種類の隠行泥酔暴行殺人 ほとんど私の行わない罪悪はなかったようである。しかも私の同輩らは、すべてこれらの行いに対して、私を称賛し、私を比較的道徳的な人間であると、その、この当時も思っていたし、また現在もそう思っているのである。こうして私は10年の年月を過ごしたのであった、まあ、うんぬとですね、まあ自分がどれだけ宝刀三枚に生活したかということを、これでもか、これでもか、これでもかというふうに、 書いていくんですね。まあ、いわゆる黒のキリスト教社会で人間って罪人だっていうことをまあ、聖書の。ま、道徳律を基準として探っていくときに、自分は本当に罪深いものだということをこ意識する。まあ、その影響を受けたのがまあ、島崎藤村のま申請という本の中にえー、まあ、出てきますよね。まあ、島崎藤村というのはですね。まあ、皆さんご存知のように本当に。この。えー 明治の,この文学者であるし「まああの実」というね非常にこの名文の歌がありますよね。でこの島崎曹操はですね実はあのこの奥さんがですねこの4人目の子供を産んだ時にあの亡くなるんですね。でそこで子供を抱えて幼い子供たちを抱えて彼の生活が大変だということで、えー、2番目のお兄さんが自分の娘を コマコという娘をう家政婦として、ね、派遣するんですで。彼女に身の回りの世話をしてもらいながら彼,女は彼は文学者としての生活を営んでいくんですけれども一つ由来の下に若い女性を迎えたということでしか誰もいない。で彼は彼女の部屋に入っていってそして彼女の性的な関係を持つんですね。なんということをするんだと。 相関じゃないかということを彼はこうじくじた思いでねもう本当にで何と俺は何という罪深い,いものなんだこんなこと社会で許されないということをもうですよ、ね、後悔するんですけどやめれないですまたその晩も次の晩もということを繰り返してやってついに、えー、細かは見守るんですねで妊娠してですね。 そして、それこそ知った親戚がもうすぐに日本に行ってはだめだということで彼をフランスに、まあ、彼はフランスに留学するんですけど、実はあのこの大変な不始末をですね一時的にうまく隠すために、彼はヨーロッパに逃れるという、なぜそのことが分かったかというと、彼が戻ってきたから、フランスで文学を学んで戻ってきてから、この「神聖」という本の中で全部、そのことをセキュラーに書いてくるんです。よ 文学者親しくなると全部荒ざらいですねあの書かれていくというものがあるんですねまあやがて駒子はあの、まあ、大湾にね送られてこのそういう騒ぎから隔 <laughs> 離されていくんですけれどもまああのまあだけそも実はキリスト教の洗礼を受けてるんです若い時に。悪、まあ、だかり言うんすけどこの神聖音でねこんな偽善者見たことないと言って罵倒していました。 か田あたかまじはものすごい罪人だということをやらしながら、えー、そういう自分をアピールしているという意味で偽善者だと言ったと私は思いますけどまど、あ、いずれにしてもですねこの罪ある存在だということを正しいというかある,あるべき倫理の基準に、えー、鋭敏な両親で照らし合わせていくと本当に誰もがですね私で罪人だということを実感させざるれない。でもでも 精霊によらないで、この罪を示されると、そこにあるのは何かというと、この罪の残悔ということで、その後解決がないんです。聖書が語る罪あるものだと指摘するのは、この罪あるものが、救い主イエスのもとに行くしかないんだということを精霊が教えるんです。ですから、精霊の助けなしで宗教の力で自分が、 どういうものであるかを知れば罪深さが分かるしそしてもっと正しい生活を送りたいということはあるけど取りソろもですねそういう最後までまあロシアのね両親とも言われたその彼なんですけど最後の最後まで,です彼は自分という存在不健全な存在だということを引きずりながらね最後奥さんとも,もう本当にこの、えー、本当にこの痛ましい関係の中で。 えー、だから家出してですね、路上で野垂れ死に死ぬような状態で亡くなっていくんですね。自分の力で罪から解放されて、真の解決ということは得られないんだよと聖書を語るわけです。そして聖霊は、私たちにその罪を示すだけでなくて、その罪人である私たちを愛されたキリスト、そしてキリストの十字架によって救われるんだということを私たちに示すんですね。 このルソーにしてもそうですけど残念ながら両親の責めは答えがないです。宗教では答えがないです。ですから、えー、いろんなその代わりの修行を持ってきたり、あるいはイスラム教では、犠牲好きで動物をほぐしたりします。でも、本当の罪が解決されたという確信を持ってないんですね。なぜなぜらキリストのもとに 導かかないからしかしご精霊が来ると罪ときと裁きについて罪ときと裁きを明らかにされるんですね。でこの神様が正義を実行される神が裁かれるということがなかったらどうするどうなるかというと人間の力で復讐していくということになっていてそこには修羅場があるんですね。まあ、今今ののユダヤ社社会会イスラエル社会はあのまさに この正義をね自分たちが実行するということで、えーまあ、実はあのも、もうちょっと時間だけ言いますイスラエルの諜報権暗殺作戦というのって、ね、イスラエルが独立する前から今に至るまでモのモサドとか秘密警察で何千人というねパレスチナ、あるいはイランのイスラエルに敵対するテロリストたちを暗殺し続けているんです。正義 イスラエル人が殺されたり、要人の命に狙われたら、絶対に復讐する、絶対に悪を行ったままでやり得るにはさせない、正義がある、罰があるということをつららということをやっているんですね。まあ、あの現実的にはは、そういういいことと、をもうやらないとイスラエルは 生存できなかった部分があるのかも分かりませんけどそれは不毛な、えー、本質的な解決にはもちろんならないわけですますます敵を増やしているということになるわけですよね、えー、この聖書が語る罪とギター裁きそれは神様に属するんだその極みがイエス・キリストの十字架で神は罪を徹底して憎まれるという証拠に神の御子さえ十字架で砕かれる罪を絶対に裁かれるというのが十字架だ。 同時にどんな罪でも許しかさるというのも十字架でこのイエスを信じるとき私たちの罪は全部イエス様が負ってくださったので私たちを安心して救われるという確信を持つことができるんだということです。3番目のポイントですけど栄光を受けるべき方はキリストこの言葉もですね人間宗教家には絶対に言えない言葉であるというのを最後にしたいと思います。 次のはあなた方に話すことはまだたくさんありますが今あなた方はそれに耐えられませんしかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導いてくださいます御霊は自分から語るのではなく聞いたことを全て語りこれから起こることをあなた方に伝えてくださいます御霊は私の栄光を表されます私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのですこのの役割はですね一つは 信者をあらゆる真理すなわち聖書の御言葉神の御心に導いてくださるそしてもう一つは御霊はキリストに栄光を期する言葉書いて言うならこのキリストに栄光を期するという道は精霊に導かれた道だということもできるということなんですねで、えーまあ、イエスが <laughs> 去って、えー、行かれた後にですね この聖霊が与えられてそして聖霊に導かれて新約聖書が完成したということですですから私たち持っている新約聖書はイエスが天に帰られた後に聖霊によってかしめられたものなんですね、まあ、私ちょっとこう思ってたんですね先ほど言いましたようにイエス様はゲッセマンに行く途中に道を歩きながらこのことを話されているんです 本当,本当というかね、この道を歩きながら真っ暗,暗いところでね、この、もう、あんまり時間ないときにね、この言わんでも、後でイエスを蘇ったときに、弟子たち現れて、たっぷりと時間あるんですよ。で、弟子たちだけたっぷり時間あるときに、実はこれからね、お前たち迫害あるよ。これからお前たち憎まれるけど、こうなるよ。というふうに、復活した後のイエス様の姿で教えられても、 え,えんちゃうのとこう道ち歩きながら別からんって言ってる弟子たちに話す必要なかったんじゃないかいやいや、イエス様がおっしゃってるから話す必要あるんですけどね。まあ、それはあの私は思ったのは、イエス様は弟子たちにモンハンをしましたらい,いらっしゃるんです。完全に復活して完全に安泰の状態で弟子たちに教えるんじゃなくて。 今まさに十字架に向かっていく、自分自身が苦難と、そしてあの十字架の上で神様から裁かえ裁きを全人類の罪の身代わりとして裁かれるという苦悩に向かっていくときに、それでも神様に希望を持ち、この未来の神の約束に望み持ちながら信じて生きていくというイエス様の姿を弟子たちに見せながら、 弟このあなた方が受けた時受けている苦難は私はすでに先に歩んでるんだよということを身をもって示されただから蘇みがって安泰な時に語るんじゃなくて最も苦難に向かっていく時にあえて語られる、まあ、要はねそこまで弟子たちのいろんな苦難のことをキリストは思いやった上で語っていらっしゃるとそういう,もう自分中心の発想じゃなくて 相手のことをとことん考えながら教えていかれる方が、その、要は利己的なことと無縁の方が、ここで何とおっしゃっているかというと、精霊は見たまま私の栄光を表されます。というふうに、ご精霊が働かれると私に栄光をしますよ。この栄光を表すというのはね、神だけが言える言葉なんです。宇宙を作られた神だけが受けられる栄光を 御霊は私に聞きますよとここで宣言なさっているんですね。で世にはですねいわゆるキリスト教と呼ばれるものが似て非なるものがいっぱいあります。まあ、よく私たちの案内で私たちは統一教会やモルモン教やあるいはモロメノ等とは一切関係ありませんと。以前はそれであの終わってたんですけどとりあえず冷たいからといって、えー、ご相談の方あの 詳しくお知り,にな,り,お知りになりたい方はご相談い。ご連絡くださいというにね、えー、ちょっと書くようにしているんですけれど、まあ要はですね、そのいわゆる異端と呼ばれているものの特徴は、キリストがこの宇宙を作られた神ご自身と同一のサミットの神だと認めないんです。この統一教会もね、わしが、文生名がね、わしがキリストだと。と言ってイエスはあの十字架で失敗した。ものも今日はですね、 天の父な神様と母なの神様のその子供がはイエスやとと言ってもう全然聖書を書いてないことを教えモルメルトはですね最初の一番最初に作られた水替えの頭それがイエスだと言ってもうイエス様のその一見イエスを褒めてるみたいですけれども神ご自身と認めないんです神に英国することをしないんですそれが宗教の特徴ですイスラム教徒そうですイエスは預言者だ イエスは蘇ったと語りますがイエスは神だということは認めません聖書はなぜならもしあなたの口でイエスを主と告白これ主という意味はキュリオスキュリエすなわち神という意味ですすなわちあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われるからです人は心に信じて義と認められ 口でで告白して救われるのです本当の救いは精霊に導かれてイエスを主と心から告白した人に与えられると語りますね。最後にします。ピリストは神の見姿であられるのに、神ご自身であられる。神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚なしくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人間の姿を取られたけど、神であることをやめられたわけではないんです。 神の栄光の姿をやめて人間の姿を取られた神です。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの肩を高く上げて、すべての名に勝るのを与えられました。天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝を掲かげかて、すべての人がイエス・キリストは主です、イエス・キリストは神ですと告白して、父のために栄光を期するためです。 もしこの中でイエス・キリストが本当に神の子であるいや世界をつくられた神ご一身が人となられた神だということを心が信じることができそして生涯イエスは私の主ですと心から告白できる方はご精霊が働いている証拠ですでもそれは受け入れられないという方はまだそれはキリストを信じていないということになるんですね今日のですねこのテーマのところでキリストを信じる という恵みと奇跡。先ほど言いましたように、自分が罪人だということは誰でも分かります。しかし、自分が罪人なのでイエスの十字架が必要なんだ。イエスは私のために死なれて蘇った私の救い主なんだという告白ができるのは、精霊の助けを受けた人だけです。これはね、誰でもできるんだよ。精霊の助けを受けた人だけができるんです。それできないという人は、この精霊の働きをまだ拒んでるんですね。 ここれに預かないととがでできるというのは、ね、恵みなんですそしてそれは罪人がサザンの支配下になったものがイエスを主とできるというのはね奇跡なんです人生で最大の奇跡は罪人が心からイエスを私の主としそしてイエスは私の救い主神なる方だと心から告白できるそれがね最高の奇跡なんだと聖書は語ります私はそれに預かりました皆様は どううでしょうぜひこのイエス・様を主と告白して救いの中に入ってくださることをお勧めして終わりたいと思います。